はい、本日の動画はですね、ノースフェイスの中で最強のあったかいダウンジャケットはどれだという検証を今からしていきたいなと思います。ただいまの時刻が夜の9時、そして、温度がですねこちらの方に書いてあるんですが、5.2 度ですね。まあ、この寒い中ちょっとね雨も降ってる中なんで、もう早速ちょっと検証始めていきたいなと思うんですが、検証の仕方はですね、ダウンジャケットの中と、T シャツ、これロン T1 枚なんですけど、この間に温度計を入れて何度になるのかという検証をしていきたいなと思います。今回検証するのはノースフェイスの人気アイテムのダウンジャケットのみを、僕が持っている中でねセレクトしましたんで、ヌプシジャケット、バルトロジャケット、マウンテンダウンジャケット、ビレイヤパーカー、ヒマラヤンパーカーという 順番はバラバラかもしれないけど、その5つでやりたいなと思います。ではもう早速ねルールは簡単で、どんどん測っていきたいなというふうに思いますので、それぞれ1着10分ずつなので合計5着あるので、50分間この寒い中ロンT1枚でいてるっていうのはちょっと残酷なんで、早速いきたいなと思います。前回もこの動画試したことあるので、見てない方はそちら見ていただければルールを分かっていただけると思いますので、早速始めていきますね。まずはヌプシからいきたいなと思います。ではこの先っちょのやつがですね、今 4.6 度、上の温度なんですね。で真ん中のが外気温になってますので、これを胸ポケットに入れて温めていきたいなと思います。では10分間計測していきますので、嫁蔵さんタイムの方準備お願いいたします。はい、はいよ、はい、いきます。はい、これ予想するからさ、うんともすんとも言わんでいいねんけどさ、俺の今のダウンジャケットの中17度、ドンピシャやったらうんって言って、ちゃうんかい。全然違う、これ20超えてるわ。ほんのあったかいもん、めっちゃ。はい、それでは10分経ちました。ちょっと寒くてですね、鼻が赤くなって鼻水出そうなんですけども、さあ注目の温度は何度なんでしょうか。え？めっちゃ高いやん。うん、そうよ。すげえな。結構高いよね。おお。しかも外 4.1 寒くなってるのに。はい、ではですね、皆さん見てもらいたいなと思います。ヌプシの温度はこちら、じゃじゃん、28度ということで、めちゃくちゃ暖かくなって、開始が最初5度とかやったっけ？開始はですね、6.8 ってことはプラス22度か、大体、まあ、22度プラスってことで、確かに着ててもめちゃくちゃあったかいっていうのが分かるかなと思いますので、次のジャケットに行きたいなと思います。はい、あたく 6.8、 はいはいはい、同じ温度だった。 OK、 うん、はい、それでは2着目いきたいなと思います。温度も同じですね、 6.8 ということで、体もしっかり冷え切っております。息はこんな白くなる。あ、映ってる映ってる映ってる。では、いきたいなと思います。次はビレイヤパーカーでねいきたいなと思います。はい、これはね次はダウンじゃなくて高電子も若干入ってるから、ちょっとヌプシとは若干条件が違う。お、予想的には、あ、どうぞどうぞ。あ、じゃあとりあえず10分返します。予想的にはヌプシよりはあったかくない、ヌプシの方があったかい、普段着てる感じからしたら。だから俺あったかいがいつもヌプシばっかり着てるやん。ちなみにさ、ヌプシよりはあったかくない体感ね。まあ今で20ぐらいちゃうかな。たくん、もう今犯罪者みたいに交換したしか映ってないけど、いい？うん、いいよ、もう。あ、いいんだ。でもおるっていうのは分かるやろ、俺が。まあまあ、確かに。俺の顔見たい人おらんし、別に。確かに。鼻水出てる。大丈夫かいな。うん、めっちゃ寒い。はい、終わりました。はい、ありがとうございます。それではですね、自分の個人的な感想、温度を見る前にね、感想としてはヌプシよりは暖かくない、だからビレイヤの方がおそらく低い、だから28度以下であると思いますので、嫁蔵さん温度は何度ですか？ 22.8。 うえい、だいぶ違う。では次の、
ジャケットに行きたいなと思います。言うとけどな、これロンティーやからさ、中スースー風通るから一気に体温冷えるで。寒いかな。それでは次3着目行きたいなと思います。3着目はですね、ノースフェイスマウンテンダウンジャケットというダウンジャケットに行きたいなと思います。これをまた胸にポケットに掘り込んで検証していきたいなと思います。では準備します。サリー、あ、行きます。はい、はい、あ、もうこの時点で違う。あったかい、あったかい。やっぱな、ダウンやからよ。ヌプシとマウンテンダウンだけやね、ダウンは。さっきも言ったけど、あ、もう全然ちゃうわ。ほんと、うん、やっぱり中綿とダウンの違いってえらいちゃうな。でもさ、この結果見てさ、買うダウンジャケットを買える人もおるやろな。うん、すごいでしょ。俺やったら、まあ、俺5着持ってるからあれやけど、もともとヌプシよう着てたやんか、うん、そんだけあったかったもんな。まあヒマラヤもあったかいと思うわ、うん、もうそれは何回か着てて思うもん。で、予想1位ヌプシかもな。でしょ。2位ヒマラヤ、3位マウンテンダウン、4位バルトロー、5位ビレイヤ。なんでかってビレイヤとワルトロって全く一緒やねん。中の綿も一緒やねん。やけどサイズ感がタイトやから、バルトロの方が。だから多分バルトロの方があったかいで、ビレイヤの方が多分一緒やと思う。素材は一緒やけど、もっともっと水鳥。向こう行った、飛んでた。それではお姉さんに聞きたいなと思います。体感言っていいですか、僕の予想現在の。うん、25。うーん、ぴったりやったら、うん、ぴったりじゃなかったらふんふんでいい。うーん、でもそんな多分大きく外れてないな。はい、ありがとうございます。はい、それでは感想を僕の言いたいなと思います。ヌプシ以下のビレイヤより上ということで暫定2位ということになっていると思いますので、温度を米蔵さん発表お願いします。 22.1。 そんなでしょ。ビレイヤより下ってこと、うん、あ、めっちゃあったかく感じる。でもなんでなんやろ、ビレイヤより1度違うね。まあ1度だけどね。ビレイヤより下ってこと、うん、1度下。へえ、分からんもんやな。言うて次に行きたいなと思います。19だった。サービーすぐに冷えるな。冷える方は下がりました。 OK ですか。はい、はい、ありがとうございます。それでは4着目いきたいなと思います。温度が何度になってる。 6.4。 はい、まあ大体みんな同じですね、いつも。では、胸ポケットに入れて始めたいなと思います。ヒマラヤンパーカーいきます。じゃあスタートします。外気の温度はどうなん？そんなめちゃくちゃ下がってるわけでもない。今まで5度ぐらい。 4.8。 ああ、でもずっとそんな前な。うん、体感で言うとな、うん、さっきのビレイヤよりはあったかい。24ぐらいちゃうかな。うん、マウンテンダウンよりはあったかいし、ビレイヤよりもあったかい。ただヌプシほどのあったかさはない。あ、Aラインついてるやろ。なんもない、わからん。ヌプシよりはあったかくないは正しいね。あ、やばい、くちゃべって場合じゃで。オッケー、くちゃべって。はい、それではですね、今から温度見てもらいたいなと思います。4着目のヒマラヤンパーカーが、僕の予想を言いたいなと思います。おそらく体感的には 23.7 度と思います。では米澤さんお願いします。はい、
21.6 です。ゲゲーン。あ、そうなんや。そんなだね。あ、やっぱサイズが大きいからかな。かもしれんね。だって、うん、そうだよきっと。密着感ないもんだって見た感じ。まあないない。浮いてるだよ、うん。だからだよ。ほんでじゃあ次は最後のバルトロ行きたいなと思います。はいはい、バルト着替えます。はい、じゃあ5着目バルト行きたいなと思います。胸に入れていくよ。はいよ。はい、 6.6 から開始します。あ、すごいダウンのボリューム感。温度的にはどう？そんなにかな。なんであのヌプジだけバケモンみたいな温度で出てんの？ほんまに単純にあったかいだけなんか、一発目で体が温まってたからかな。でも最後やったらまた変わるかもね。ああ、はい、終わりました。はい、それでは無事終わりました。最後5着目のバルトロがですね、何度かと思いますとおそらく 20.5 度。答えはどうですか？おお、惜しい。 21.56。 あ、ヒマラヤとあんま変わらんか。そうだね、ということになってます。ちょっと心配なんでもう一回ヌプシだけね、もう一回検証したいなと思います。はい、それではもう一回ヌプシ検証します。胸ポケットに掘り込んで、よいよ。はい、行きます。スタート。でもさ、あったかい。あったかい。なんかそんな感じするもん。28はないとしても一番あったかいと思う。うん、だって密着度が違うもん。でもバルトラはそんな感じに密着してねえ感じだよね。中の綿やろな、うん、だからまあ多分28までいかんけど、全部21にやったやん、うん、23ぐらい出るんちゃうかな、うん。はい、はい、ありがとうございました。それでは10分経ちましたが、うん、一番最後に来てみてもう一回ちょっとどうかなと思って検証しました、うん。まあ、体感的には24ぐらいですかね、はい。では米沢さん、温度お願いします。はい、 25.5。 あったっけ。あったかいよ。やっぱこれがあったかいんやな、ね。はい、という以上、びしょびしょの現場卓造からでした。はい、ということで見てもらったと思うんですけども、結果発表を今からしていきたいなと思います。結果発表はですね、まず第5位というのが、ヒマラヤンですね。こちらが、21.6 度で、同じ同率ランキング5位でバルトロも 21.6 度、そして第3位がマウンテンダウンジャケット 22.1 度、そして第2位がビレイヤーパーカーで 22.8 度、そしてハイアル第1位が、そう、僕が今着てますよね、こちらのヌプシジャケットが、第1回目が 28.1 度やったんですけども、ちょっとまあこれもう1回取り直そうということで取り直した結果ですね、 25.5 度ということやったんですが、これちょっと結果から見るとですね、おそらくその測った順番とかも結構大事だと思うんですよね。でビレイヤーが2番目に着てるのって、僕体感的にそんなあったかくないんですよって考えると、測る順番は結構大事かなと思うんですけど、その中でもちょっとヌプシはズバ抜けてあったかかったかなと思いますので、まあ、ヌプシの1位に関してはもうこれはもう完全に1位やったんじゃないかなと思います。まあ、ただですね、これ条件も多分あって、体型とかによってはですね、ヌプシの体型じゃない人というか、例えばちょっとこう首がもっと細い人やったら風熱が逃げていきやすかったりすると思いますし、それ以外にもこう胴体がちょっとふくよかな人というか、ちょっと大きめの人とかやったらヒマラヤンとかの方が多分あったかいんですよね。僕ちょっとヒマラヤやったらスカスカやったんですよ、ここは、っていう感じになると思うので、多分人の体型とかによって若干変わってはくると思うんですけど、まあ一旦一通りわざっと検証したのがこんな感じということになってますので、その時の状況とかその測る人によって温度はだいぶ違うとは思うんですけども、まあヌプシは、そんなに結構あまり皆さん多分期待してなかったと思うんですけども、まあまあ今日温度が高かったという結果が出ました。まあ次はですね、ちょっとまあいろいろまたダウンジャケットまだあるので検証とか取っていきたいなと思いますし、次はもうちょっと雪とか降ってるような
寒いところで自分が持ってるダウンジャケットの最強を決めてみたりとか、まあなんか例えばそういうのいろいろやってみたいなと思ってますので、まだまだ検証動画やっていきたいなというふうに思いますので、次回のまた検証動画でお会いしましょうということで、まあ今日はね、ノースフェイスの最強のダウンジャケットはどれだという動画になっておりました。ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。